古城栄法元年6月16日は、村上天皇第七美子智平親王の三女。母はため平親王の次女。五一条天皇寺の伊勢西宮。後に、藤原の利道の正室。弟に、源の諸房。姉に、高姫城、厚安親王妃がいる。昭和5年2月19日、五一条天皇の即位に伴い、西宮に牧場された。 官任2年伊勢に軍業。万十二年、直死を迎えて、模擬が行われた。長元4年、主乱に乗じて、伊勢神宮の改まと称して、託船を下し、西宮権の神、藤原愛之夫妻の不正、また、朝廷の西宮祭司刑事を非難した。長元9年4月17日、五一条天皇の崩御により退化。永章6年、 三年前に古内新郎を亡くした、藤原範道のりみちの形質となった。のりみちとの間に子はなかった。永遠法元年、七十七歳で皇居。長元四年六月十七日、月次祭に奉仕中に、神がかりの状態となり、神宮祭主、大中富佑子親に託船を下した。西宮権の神、藤原愛幸とその妻、藤原正樹子その不正を求断し、また、 西宮の礼宮は天皇の失政であると朝廷を非難した。朝廷で対応が話し合われ、藤原三月は正月に西洋が託戦を告げるなどということは前代未聞と記している。藤原愛幸夫妻はそれぞれ流罪となった。託戦の際に大中富佑親と交わした和歌が五周囲衆に載せられている。坂月に鞘家木陰のみえ塗れば、 地理のおそりはあらじと教れたすくおやの変化、王子ちのむまごすけちかみよまでにいただきまつるすべら、おほんがみ。ありがとうございます。